システム戦闘モード起動。機体の座標情報が入力されています。脱出の手引きということでしょうか。下水まで目を光らせろとは。なんだ、どこから出てきた。要配分レイ、狙われそうな相手です。誘拐しましょう。見つかってしまった場合は左手のジョギングダムが使えそうです。ここから地上に脱出しましょう。上昇水力はなんとか足りそうです。ここは技研都市の郊外。こちらデスマーピックスレイター、警備部隊各員に通達します。再教育中の独立傭兵レイブンが脱走したとの報告が入りました。技研都市周辺に潜伏している可能性があります。各員は警戒を検討してください。レイブン、企業は限界態勢に入ったようです。スキャンを活用して戦闘を回避しましょう。識別不明 AC。 まさかレイブンが乗ってる。サーチライトに注意、拘束されると危険です。しました。罠ではなさそうです。緊急ビーコンの発信を確認。久しぶりだなビジター。暴れる元気が残っていたようで何よりだ。ボスが迎えに行く。合流地点まで移動してくれ。この声はラットの。ウォルターの使命と変わらない。やはり合流地点に到達。適正反応。独立傭兵レイブンを発見、包囲する。ベスパー6、ベイターより通達。スネイル閣下よりご指示をいただきました。抵抗が激しい場合は殺害も許容されるとのこと。撃破は必達です。各員奮闘も。さすがにこの数では。待ってください。新たな機体反応。ストーリン電子がもう一機逃げた。どうだ、あのジャンケラが。待て、彼が電子を救援です。リーブ、MT の集まりだ。この辺りは片付いたようだね。追っ手が来る前に引き上げるよ。ヘリを回そう。ビジターの機体も取り戻してやる。